こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日の日付が22年の、3月の31日です。明日から新年度ということになります。で、まあ、この動画が、公開される頃にはもう新年度になっているんじゃないのかな、そんな、日柄です。で、今日は就活の話で、子どものお子様の就活ですねについて、お父さんお母さん親にできる手助けどんなものがあるかな。まあほぼ手助けできることっていうのはないとは思うんですけれども、まあ中学受験、高校受験、大学受験、だんだん、お父さんお母さんが、手助けできることっていうのは、減る傾向にあって、でまあ大学受験もまあ本人次第っていうところになってきたが、まあ4年前だったんじゃないのかな、そんな気がしています。で、就活を迎えて、まあ お父さんお母さんとしては少しでも手助けしてあげたいんだけれども、まあできることってほぼないよねなんていう気持ちで、まあ見守るだけっていうところになってくるかと思うんですけれども、まあ上から目線でですね、こうしなきゃダメだ、しなきゃダメだっていうのは、まあ、ほぼ、言っても聞かないというか、言うだけ無駄になるというか、かえって、親子関係をこじらすというか、っていうところにつながってくるとは思うんですけれども、ちょっと一声かけてあげるとか、ご飯時にですね、まあ、雑談の中で、こんなことも考えてみたらなんていうことで、できるアドバイスっていうのがあるんじゃないのかななんて思ってちょっと考えてみました。で、一つ目がですね、視野を広げるっていうことに、ができればなと思ったんですね。で、まあ、お子さんだとまだ22、3の若者ですので、まあ、ちょっとつ盲信というか、目の前にあるものだけを見てしまう傾向がどうしてもあると思うので、例えばの例で、自動車関連の企業に行きたいよなんて言ってるお子さんがいたとして、で、まあ、一番先に出てくるのはこの辺なのかなっていうところで、トヨタだとかホンダだとか、まあ、日産だとかマツダだとか、スバルだとかっていうのがあると思うんですけれども、その辺の自動車メーカーがまず頭の中に浮かんできて、でそこをまあ片っ端から受けてみようかなとか、そんな形で計画をしていると。でそんな時にですね、まあ、こんな質問ですね、ご飯時かなんかにご飯食べながら、車関係の何がしたいのなんていうことを一つ、問題提起として投げかけてあげることによって、いや実は僕エンジンがやりたいんだよねとか、電装品がやりたいんだよねとかっていう話につながってくると、例えば、エンジンがやりたいんであれば、この、まあ、有名メーカーですね、有名メーカーの車関係以外に、例えばヤマハ発動機なんてあるよ、あそこエンジンだけ作ってたりするよとか、っていう話もできると思います。で、まあトヨタ第一志望でトヨタに受かれば、まあそれはそれで、いいんですけれども、まあ視野を広げるっていう意味でこんなところもまあ調べてみたらなんていうところで、例えば農機具関係でエンジンやってるっていうと、ヤンマーなんかもやってるんですかね、そんなところも調べてみたらなんていうことで、まあ調べるだけは調べられると思いますので、そんな形で考えてみるっていうのもいいんじゃないのかな。例えば、電装品の方をやりたいんだよなんていう話だと、まあそのまま電装なんていう会社もありますし、大手ですよね。であとはアルプスアルパインでしたっけ、ヘッドライト関係をやってるような会社もありますし、そんな形で電装品関係調べてみたらなんていうアドバイスもできると思いますし、で、最近の車はコンピューター制御がだいぶ進んでいますので、当然コンピューターの中身っていうとハードウェアで半導体なんかはどうなのとか、あるいは、これからは電気自動車の時代だからバッテリーなんかはどうなのとか、そんな話で、まあ、視野が広がっていけば、半導体自体をやりたいっていうことになれば、もう車関係からはだいぶ離れて半導体のメーカーだとか、そういったところも視野に入ってくるでしょうし、バッテリーっていうところで、まあ、電装なんかもやってますけれども、それ以外の会社も見えてくるんじゃないのかな、そんなアドバイスができればな、この質問一つで、視野が広がるんじゃないのかなと思っています。で、例えば、まあ、全然別の畑で、教師になりたいんだよなんて言ってる、お子さんだとすると、まあ、身近で考えるとどこの都道府県を受けるのって
埼玉県なの、大阪なのっていうところで都道府県が視野に入っていて、で、教員採用試験の場合、関東だと関東っていうくくりで埼玉県と千葉を両方受けるっていうことは確かできなかったと思うので、例えば関東を受けるとすると、もう一個受けるとすると、例えば近畿とか東北とかっていう形でもう一個受けるみたいな形になってしまうと思います。で、そんな時に私立もあるよねっていうことを声かけしてあげると、あ、そっか、私立もあるのかっていうことで、じゃあその中で中高一貫なんかどうとか、小中がつながってるようなところも最近増えてるよねとかっていうことで視野が広がれば、またこれ一つ、チャンスが広がるんじゃないのかななんて思っています。で、文系のお子さんだと、まあ、これはまだ、今までお話しした自動車関連だとか、教師だとかっていうのはだいぶもうご本人さんの希望がある程度絞られている、お子さんの場合だと思うんですけれども、文系大学を卒業する見込み でこれから就活も、急いで始めなきゃいけないんだけれども、まだ絞りきれてないよ、例えば金融がいいのかなとか、メーカーがいいのかなとか、出版がいいのかなっていうところでまだもやもや悩んでるっていうお子さんがいらっしゃるとしたら、じゃあ10年後どういうふうになっていたいの、ご自身がですね。で、10年後っていうともう32、3っていう年齢になってきますので、まあ、お父さんお母さんからまあ独立をして、一人で生計を立てていくっていうことになってくると思うんですけれども、じゃあその時に住む地域ってどういうところに住みたいの、都会に住みたいの、ある程度田舎でもいいのとか、地方都市がいいのとか、そんな形で住む地域っていうのもイメージすることができると思います。例えば、海外に住みたいんだなんて言ってるいうことを目標にする場合もあるかと思います。で、32、3ですので、結婚はどう考えてるのとか、まあそのうちはしたいんだけれども、特定の、まあ、彼女彼氏がいるわけじゃないけど、32、3っていうと結婚はしていたいよねとか、当然結婚するとなると子供っていう話も出てくるでしょうし、で、今は、終身雇用の時代ではないので、10年経つと転職なんていう話も出てくるかもしれないよね。じゃあ転職するとしたら、その時、自分の売り文句、売りは何なの、僕にはこれができますとか、僕にはこういう経験がありますとかっていう形で、売りにしたい部分っていうのはどういうことを考えているの。で、そうすると、じゃあそれを売りにするためには、そこから10年遡った、現在ですね、どういったところに就職をして、どういった、まあ、手に職じゃないですけれども経験なり、何なりを積みたいのかなっていうところから逆算して選ぶと、文系の、学生さんも選びやすいんじゃないのかな。そんな声かけとして、お父さんお母さんが、まあ、もやもやしてるお子さんに10年後どういうふうに考えてるのっていう声かけをしてあげるなんていうことができるんじゃないのかな、そんな気がしています。で、もう一つできるとしたらですね、まあ丸二っていうことで、お父さんなんかは、まあ、会社勤め等々をして仕事をする中でもう30年ぐらい経ってる年齢なんだと思いますので、ぜひ四季報を読んでいただいて、で、就職四季報なんか、お子さんお持ちだと思いますので、それちょこっと、まあ、お子さんが学校に行ってる間とか休みの日にちょっと貸してみ見せてみてなんていう話で見てあげて、で、まあ、こんなところが出てくると思うので、会社ごとの平均年齢だとか、国内外での売上の比率だとか、昇進の方法だとかっていうところが書いてあると思いますので、その辺は、30年前に就職をした、お父さんの時代とはだいぶ違う部分があると思いますので、その辺を見てあげるっていうのもいいのかなと思っています。で、平均年齢から分かることとしては、離職率等々も分かってくると思います。で、平均年齢って、例えばベンチャー企業立ち上げたばっかりでまだ10年っていうと、10年前は若者ばかりでやっていたのが、まあ、新しく採用、若者を採用していく中でも、当時の、開業した起業したメンバーの年齢は10年分上がっていきますので、なんとなくこう右肩上がりの平均年齢の推移だと思います。
で、社歴が長いような老舗の会社だと、まあほぼ横ばい、若干上がり傾向なのかなぐらいな、平均年齢だと思います。で、まあ、ある年にリストラをしたようなんていう会社だと、それまでは平均年齢が上がっていたのが、まあ年配の人をリストラするっていうことでガクンと平均年齢が下がるなんていうのも、平均年齢を見ることによって、まあ見通すことができるんじゃないのかな。あるいは、国内外の売上比率を見ることによって、これは前にもお話ししたかもしれないですけれども、これから国内の内需が見通せない中で海外の売上比率が高い会社の方がいいんじゃないのっていう考え方にもつながっていくかもしれないですし、まあその業種にもよりますので、例えば先ほど出た出版なんかはもう内需頼みっていうのの、まあ筆頭に上がるような会社だと思いますので、じゃあその中でこれから IT 技術をどう取り入れていって出版業界の中で、まあ紙媒体以外の部分をどう売り上げていくのかっていうのが見通せるのか見通せないのかなんていうところも考えに入れなきゃいけないよなんていうお話がお子様にしてあげられるかなっていう気がしています。で、最後昇進方法なんですけれども、理系でよくあるのが、もう入ってしまうと昇進の試験っていうんですか、試験を順次受けていくことによって、でまあ、階段をこう上っていくような感じで、試験っていう形で、まあ、主任になるための試験、係長になるための試験みたいな感じで試験さえ受けて合格していけばおのずと昇進できますよなんていう会社もありますし、まあ昔ながらの人間関係重視で、昇進が決まるような会社もまだあるでしょうし、その辺も、まあ、指揮法等々の情報からですね、得られるんじゃないのかな。で、それをまたお子さんに、まあ、食事時かなんかにフィードバックしてあげると、まあ、何かの参考にはなるよね。で、できることっていうと、まあそこまでかなっていう気がしなくはないですけれども、まあお父さんお母さんとしてやきもきしながら見守る中で、まあ、このぐらいのことしかできないけれども、このぐらいのことはできるのかななんて考えています。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。